それぞれの地域で育てられている食材にスポットを当て、その特色や栽培の歴史、食材を使った料理などを紹介する人気番組の新シリーズが始まります。その名も新郷土再発見。今回は果実が最高級品と言われた南高梅にスポットを当ててご紹介します。紀伊半島の南に位置する三重県御浜町は、一年を通して温暖な気候で雨量が多いため、梅の木は生育がやや早く、果肉が非常に柔らかくなります。この完熟した梅を拾うことで柔らかい梅干しが出来上がりますね。けどヘタが取れるぐらい熟さないと柔らかさが出ません。新郷土再発見、忘れられないふるさとの味、思い出してみてください。